糸継ぎと星の見える道は、オランダのポスト印象派の画家フィンセント・ファン・ゴッホが1890年に描いた油絵である。フランスのサンレミド・プロヴァンスで、ゴッホが描いた作品の中では、最後のものである。ゴッホ自身がテーマの類似性を指摘したゴーギャン作、オリーブ・ソンのキリストこの作品は1890年5月に描かれた。ゴッホは、 弟のテオドルスに宛てた手紙の中で、いつも糸杉に心惹かれている。と述べ、その美しいラインはエジプトのオベリスクのように調和がいとれていると語った。コッホはフランスのアルルに滞在していた1888年から夜の糸杉を描くことを考えていたという。シカゴ大学のキャスリーン・パワーズ・エリクソンは大きく描かれた糸杉と道は 天ンド帝からの影響を受けたものと指摘する。ゴッホはこの作品以外にも糸杉を主題に扱ったいくつかの作品を描いており、それらの多くにはこの作品のようにキャンバスの上端を超える大きな糸杉が描かれている。作品を描き終えた後、オシュルオワーズに移った1890年6月に、ゴッホが友人であり同じく画家であるポール・ゴーギャンに宛てた手紙の中で、この作品は ゴーギャンス。夜空の様子は、水星と金星が天文号によってシリウスに、匹敵する輝きを放った、1890年4月20日の影響とも言われている。キャスリーン・パワーズ・エリクソンは、1889年に描かれた星月夜よりも、この作品はさらにゴッホが、自らの四が近いと自覚していることを反映していると指摘する。ぼやけた星が左側に、 ふっきりとした三日月が右側に描かれており、中央には糸杉が配置されている。このことから、キャスリーン・パワーズ・エリクソンは、古いものと新しいものを表す二つのモチーフを分断するように描かれている。この糸杉を死のオベリスクと形容する。また、道を歩く二人は、ゴッホ自身が仲間を求めていることを表すと分析する。ナオミ・モーラーもまた、 その著書ザパースートオブスピリチュアルウィズダムの中でゴッホがもうすぐ死ぬことを自覚していることがこの作品に反映されていると見る。人生というものがクオンの流れの中にあることを描こうとしたゴッホはその旅路として曲がりくねったみ、また糸杉の両側に明々と輝く明星と三日月を地上の真に対する宇宙的観点として加え、これによって 近く宇宙が目で満ちていることを表そうとした。ABCDE モーラー 1998P106ABCD エリクソン 1998P176 ウェルシュオ・ベチャーラフ 1987P55 エリクソン 1998P160 エリクソン 1998P172 ボイメ 2008P2 ありがとうございます。